どうも、バタヤンチャンネルでーす。今日はですね、ミートソーススパゲッティを作りたいと思います。ね。なんかパッて書いたけど、ちょっと簡単そうやった。まあ簡単そうで、今まで散々失敗してきてますけど。簡単そうという方が失敗してきておりますが。だから、これは、4、5人前って書いてるけど、倍作るから。冷凍したとしますから、これを簡単にここ触っちゃいけません。ちょっとこれはここに置いといて、それ玉ねぎみじん切り。玉ねぎみじん切りと、あと椎茸って書いてたけど、椎茸のやから冷凍してた、しめじにしよう。今日はパパーっと作っちゃう。パパーっと作ったことないくせに何をパパーっと作るとか言ってんね、偉そうに。パパーっと作りたいなというね。わーって作ってみたいな、理想は。でもこれ途中煮込むから、煮込んでる間になんかいろいろできそうじゃけど、これ見て新玉ねぎばっかりあって使ったら、ちょっと買ったこの普通のこれがもう玉ねぎがなんか芽出てきてるみたい。でも腐りはせえへんねんな、玉ねぎって。冷蔵庫にも入れてなかった。全然普通に喋ってくれてて、ええよ、いつも普通にしてるから、みんな。あ、そう。今みんなで剣作ってんの。リュウ、後で剣作った剣見せに来てよ。いいよ。今いい？うん、あの、メガネかけて。いいよ。ちょっとすごいよ。このメガネコレクション、メガネコレクションじゃない、これ剣。ずっと作って、今日土曜日でお父さんの休み。見てるか。じゃーん。これはすごい。これはすごい。もう3個ある。すごいでかい。あれで今から戦いごっこするのかしら。まだ完成してない。これこれはちょっとなかなかいったー。これ何、ダンボールだけでこんな硬いのか。うん、すごい。かわいい。ちょっとリュウ、来て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 。何、お母さんこういうの偉いと思ってます。じゃあ今のあれ持ってきてよ。あんなに来てもしゃべこれ。いや見て、この紐、ここで色変えたのかって。聞いてんねんけど。ちょっと変えたんじゃないよ。これ何のためにこうしたの。あ、シャシャになっちゃうから。あかりちゃんの毛見せてください。見て、こんな可愛い毛。何かの。で見て、爆弾って書いてくれって言われて、ここに爆弾って書いたけど、爆弾の毛。あと、毛にかんだよ。これすごいよ。ここに。これどうなってるの、剣のところにまず。携帯ついてて、これユニコーン三枚刃、もうブンブンチョッパーみたいになってまーす。ほんでここ携帯、素晴らしい。見えるかな。あ、かわいい。これ何ですか。ユニコーンですね。ユニコーン、かわいい。ユニコーンだね。すごいな、みんな。もう一つのところ、すごいよ、これ。ありがとう。あとこれもある。あ、これもある。ここ、押し手があるから。これ、どこにある。俊介のまだ完成してないやつ。チキシッチキッ。これ超かっこいい。え、これ釘打ってんの。違う、これ宝石。ああ、ブルーガンで宝石みたいにしたの。ああ、僕じゃ釘打ったんか。とうとう何してんの思ったけど、すげー、レベル高し。ママ続きだよ。ああ、オッケーオッケー。やれやれ、まだまだ。すごいな。なんで男の子たんが剣つくの好きなんやろうな。うん、すごいよ、それ。見た見た。あの剣すごいわ。レベル高し。レベル高し。な、お兄ちゃんもずっといるから、一番下の子がもう言葉がもう、男みたいになってどうしようない。そら、お兄ちゃんと一緒に乗ってみ。可愛らしい剣作るって、結局剣作るんやから。で結局一緒にあれで戦いごっこ始まるからね。一番下の女の子も一緒に。そういうことなんです。これほんまに結構早く終わるんちゃうからね。たまには30分ぐらいで終わりたいよね。いつも1時間かかって。まあ今日お昼の、ああこれ間違えた。これも死んだけど。
どれのシーンもやめといた。これだけで目が痛いわ。カチカチになってるところあるのか、閉めた。よし、ルンルンチョッパーでやっちゃいましょうよ。あは、こっちが下で、あは、なんかこれ思うねんけど、自分で来た方が早いんちゃうかなって言ったんだけど、そうでもないわけ。どうですか皆さんの予想、パッと来た方が早いんかなって思う時もある。こう入れていいという意見と、玉ねぎ1個ぐらいって言ってもらおうか。あ、目痛い。どんだけ来ただけで目が痛いよ。お、すごい、そういう風にもやるってことね。じゃあこれ知ってる？これ引っ張っただけで中身じん切りなの。どこを引っ張るの？これ引っ張るね、うん、え、これ引っ張る？ちょっと待って、入れすぎたちょっと待ってな、入れすぎたあかんらしい。ここから引っ張る。うわ、どう？すげえ、これもやってみたい。わかるわかる、わかるわ、その気持ち。はい、どうぞ。気持ちやろ。うん、ね、ちょっとやったら一回ちょっと飛んでます、その話。真珠は赤身どでいくよ。これみじん切り、みじん切り、赤身、赤身、やりたくなるよな。うんうんうん、いいな、どうぞ。どこから？お、引っ張るの、うん、どこに。うん、ほら、みじん切りになってるの分かる？おー、すごい、すごい、いい、いい、 OK、 Thank you、 ありがとう。ほら、すごい、すごい、あかりちゃん、わー、すごいな。もう一回やりたい。ええよ、やる？うん、うん、楽しすぎ、楽しすぎ、それはこっち、少々待ち、夜までやりたいぐらい。うん、そんなに玉ねぎいらんのよ。玉ねぎ、ちょっと待って、赤ちゃんこれな、お母さん触る、なぜかというと危ないから。OK？ ちょっと待ってて、あかりね、ちょっとやって。うん、目が何か気に食わなかったのかしら。よいしょ、やっていい？いいよ、ちょっと待って、はい、どうぞ。せーの、これ歌があんねん。ブンブンチョッパー、ブンブンチョッパー、ブンブンチョッパー、はい、ブンブンチョッパー、ブンブンチョッパー、ストップ、ストップして、トントントン、トントントン、何の音？玉ねぎの音。あー、よかった、はい。うん、もうすごいわこれ、あんた大根餅みたいになってくる。はい、ストップストップ、はい、最後トントントン。お、すごい上手。よしよしよし、お、あかり、あかり、まだあるから、まだやってほしいから、ちょっと待って。あかり、あかり、もういいよ。何これ、あかり、あかりのうま、うま、こういううまそうなで、顔これ、さっき見せたやユニコーンつって。うん、そうなんだよ。なるほど。うん、ちょっと待ってて。うん。楽しい。笑い方が怖い。よし。あんな風にして子供が。もう多分飲んでも後編するやな、もう。どうこれ？あかりもこれしない？する？はいはい、あ、やるんか。え、歌歌って、せーの、玉ねぎの音、玉ねぎの音、うそー、いや、さっきブンブンチョッパー言うじゃん。歌歌って、せーの、玉
玉ねぎも。あ、そっか。トントンして、トントンして。うん、上手、上手。もうよう分かってます。よし、すごい。オッケー。まだ。まだか。なんかさ、これさ、アイスのやつで、うん、なんかこうやってバーンってなったやつ見たんだよ。だからそれ、これを、こうやってグッ、こうやってやるやつ見た。俺のアイスみたいなんかあったの？うん。うん、これアイス入れてこうやったらバーンってなっちゃったんだよ。そうなん？うん。お母さんちょっとこれ今日、ま、椎茸炊いたけど椎茸ないからしめじ全部入れたんだけど、これ冷凍室でちょっと絞ろうか。ちょっと絞ろう。なんか旨味成分が全部出ていきそう。でももうないやらない。これあと最後このしめじ入れてしまい。やる？やる。一回これこのまま入れてもらって。汚っ。汚いこと食べる。匂いだ、やだ。そう？美味しいよ。確かにちょっと匂いあるっちゃあるよな、うん、だからじゃあ歌歌ってくれる？ぐんこちゃん、せーの。やだやだ。ぐんぐんチョッパーいいな。あれちょっとも待ってない。ストップストップ、ちょっとおかしいわ。ちょっとも待ってないよ。これ下に刺さって、こっちがこうか。はい、いけた。はい、せーの。みじん切りになってますか？なってますか？なってます。ほんまですか？ほんまです。ほんまかな。トントンしてないよ、途中トントン。だから途中トントンしてん。おっしゃ。こっちから顔見えんだ。顔見えんのか。あ、なんや、赤いちゃんの顔めっちゃ可愛かったのに、ずっと。これで今日お母さん、美味しいスパゲティ作る。どう？何点やと思う？今日のスパゲティは。この家のマンション。だってこれ、これぐ、こうやってやるから。あ、そうか。こうやってやるのは楽しい。じゃあ、しゅんくん、また今度、ちょっと元気すぎて。また今度、みんな、うん。ごめんだけど、怖い話をしよう。お、お願いします。死神に名前を言うな。なんて、なんて。死神には名前を言うな。死神に名前言うな。なんでですか？殺される。嘘。連れてかれるんだ。違うよ。首を超切られるんで。あら、怖い怖い怖い。だから、死神がいたら、うん、すいませんが俺は名前をつけていませんって言うのだ。分かったか。死神は黒い洋服と黒い帽子をかぶっている。黒い帽子を外したら死神は見える。でも黒い帽子をかぶったら見えない。みんなにあるよ。あるよ。どっか行っちゃった。どっからその話を入手したんでしょうか。どっからその話を入手したのか。よっしゃ、行きましょう。よくわからない話はさておいて、玉ねぎを切って、はい、鍋、でっかい鍋に作っちゃおう。おおおに、オリーブオイル、肉、玉ねぎ炒めろ。オリーブオイルってあんまり使わへんけど、これかいな。それ我が家にはオリーブオイルってあんまないんですよ。よいしょ。オリーブオイル切りね。肉の玉ねぎも炒めちゃう。すごい
200やったけど、これ400あるからちょうど倍で作っていっていいでしょ。もっと牛豚ひき肉じゃなくて牛の合いびき。なんでかというと、私が牛豚の合いびきだと、とんでもない量の油出るから、やっぱ、なんだろうな、なんだろう。このままやってなかったよ。このまま私コメント欄で。これを動かすなと。こうやって動かさんと、肉の旨みを閉じ込めてから、このままで焼いていいんですかっていう。あれ、私ちょっとちゃんと読んだつもりで、これで焼いて両面。んで、肉の旨みなんか入れてたら、私がいらいすぎるから、こっから油が、わんさが出るって。あれは、油じゃなくて旨みのあれやから、あんなしたあかんらしいの。いらいすぎたあかんというふうに言われました。パン粉も用意していきます。ひっくり返していいってことかな。あんまりいらわんと。あんまりわーってやったら、あかんのって、でも結局最後わーってしませんか？でも初めは肝心みたい。こういう感じでいいのか？ちょっと油出てきてますけど。あ、美味しそう。入れ止めてまおうか。いや、ほんでね、私的に今日は土曜と日曜日か、昨日は夜10時から大体2時間、サラ助産院さんというところでやってるズームでオンラインママ友会に、オンライン会みたいなのがあって、20人ぐらいのママさんたちといろいろオンラインで喋るっていうのをやってるけど、楽しかったっていうのもあるけどさ、やっぱり主婦って大変、女って大変だな。やっぱその時の結論ね、なんか家事は全部女性、育児も家事も女性が主体でやらないといけないというのがずっとあるねっていう、その大変さにママたちは押しつぶされてるなというね、話になりました。これ肉よりもすごく、肉よりもほとんど玉ねぎですけど、いいんでしょうか。いいんだよね。いいんでしょう。だからさ、まあ、そこでいろんな話してんけど、言うと私が一人目育児、まず言われたのが、私はもう一人目里帰り出産したわけ。大阪の実家で帰って、ほんで生後、あの子10月に生まれて、正月明けてから10月31日、生後2ヶ月ちょっと、2ヶ月半ぐらいで、里帰りを終えて、3ヶ月弱の子と新しくスタートさせたわけ、子育てをね。で、私は育児休暇をもらってて、で旦那さんは育児休暇を取れなくて、で私的には今まで里帰りしてずっと2ヶ月半近く家族に甘えてきたから、今度しっかり頑張らなあかんというなんか気を張っていて、でも赤ちゃんは全然寝なくて、でも弱音が吐けなくて、なぜかというと里帰り出産もして楽させてもらってたのと、
今仕事をしてない私は家事と育児をするだけなんだから、これをしんどいと言っちゃいけないというのがずっとあったから、そのニンニク書いてなかったけど、やってたからあれやってんけど、なんか昆虫訪問、赤ちゃん訪問って言って生後3ヶ月ぐらいになったら、あの区のそういう係の人が来てくれて、どうですか産後って赤ちゃんの様子を見に来てくれるのと、あとママが大丈夫かどうかみたいな聞いてくれるのがあんのよ、ね、ほんでやっぱりその時すっごいしんどかった育児が。でも弱音は吐いちゃいけないっていうのがあってんけど、その人がどうですか育児しんどいですかって言われた時に、しんどいのに、あ、しんどくない楽しいですって言ったのよ。全然その時楽しくなかった、しんどかった、すごいしんどかったの、夜も寝れないし。ほなその人が、あ、よかったですって帰ってきたんだけど、その時に私もなんであの時しんどいって言えへんかったんだろうと思って、それ言えなかったのよ、しんどいって。しんどいって言ったら、だって生まれて3ヶ月でしんどいって、これからどうしていくねんって言われたらどうしようとかさ、マイナスのことばっかり考えてさ、たった一人の子供でたった3ヶ月であんた弱音吐いてどうすんねんって、ほんま言われたらどうしよう、言われると思ったのよ。今やったらそんな一番大変な時に赤ちゃんがそんな3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月言ってってなるけど、だからね、あの赤ちゃん訪問というのも来てくれる方、もっともっともっとママがほんまはしんどいんやろうなと思って声かけてほしいですよね。あれ言うたら分からんけど、今が一番育児で大変な時って言われてて、あの辛いって言うてるママも多いですけど、あなたどうですかって言ってくれたら、あ、そんな多いの私だけじゃないんだ、実はしんどいんですって言えたんかなとかさ、なんか分かりますか。だからね、そういう話をいろんなママたちと、本当に大変なのに大変って言えないねとかさ、かと思ったら次は中学生高校生のママもいたりするから、そのママたちが今そのあれや、反抗期で悩むというね。ああ、そんなもかといったら反抗期が全くない人もいるしさ、反抗期がすごい人もいるし、いろいろだね。なんか反抗期ある人とない人の差は何なんだろう。かといって反抗期がある家がなんか育てて方が悪いわけでもなく、反抗期ない家がなんか反抗期がないのもどうだ、ああだといろんな説があるやん。あれって反抗期ないのは子供が親の言いなりになりすぎてるとかなんか分からへんけどさ、気を使いすぎてて反抗できない状況に追い込まれてるとかさ、いろいろあるけど、まあ、結局親子との親と子の会話が最終的にできたらいいんやろね、大人になってから。私も反抗してたのかな。でも覚えてるわ、中学の時にお母さんになんかさ、町会のキックベースボール大会みたいなのがあって、でうちのお母さんにうっさいクソババアって言ったから、私うっさいクソババアとかババアって言って、ほんなすんげー遠くにおったうちのお父さんブワーッと走ってきて、たくさんの人が見てる前で思いっきりぶん殴られたから、パチーンっつって誰に言うとんじゃこらーみたいな。あの時痛さよりも恥ずかしさがかったから、同級生の友達、男友達、女友達がたくさん見てる中で親にどつかれるというあの恥ずかしさ、その恥ずかしい気持ちと、お父さんがすっげえ走ってきてめっちゃ叩かれたって、それだけ見てる、あれ一発じゃなかったと思う、もうボコボコにされとったな。うちのお父さん怒った怖かったからな、昔のお父さんでめっちゃ怖くなかったすんげえ怖かった。私が3人兄弟の中で一番やっぱりやんちゃというかさ、母親に対しての態度が悪かったと思う。だから言ってたわ、あの年上のお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかの親に対する態度を見て、お母さんがかわいそうやと思って下の子はなるべく反抗しないような態度を取るとか、なんかいろいろあるみたい。まあ下の子でも反抗するところはあるっちゃあるかもしれんね。
いろいろね。ここどうしたいの？トマトコンソメ入れて。もっとグツグツ煮ていこうか。いや、もうええやろ、これ入れて。ケチャップ、第3位がケチャップだよ。そうそう、この前これが、ありがとう、この下に入っとったで。オーマイガー。オーマイガーです。ケチャップ3。反抗期な。私もだから私自身が反抗者。そんな覚えてないっちゃ覚えてない。小さい時の記憶って何を覚えてるかな。やっぱりこれでこういうの入れるもんじゃないね。これでこれ入れたらあかんねん、やっぱり。汚くなるから。これはもう、これ失敗ないでしょ。これは。これはもう失敗ないでしょ。どう考えても。で、これ、このソース作っといたら何ができんの？あれ？だってミートドリア、だそういうおしゃれなのもしたことないからさ、そういうのも作ってみてか。ミートドリアして、醤油が醤油醤油醤油よいしょ。だからまあこの中で今妊娠中、初めてお子さんを妊娠される方、だから私ほんまは初めての妊娠するご夫婦にいろいろお話ができる機会があったらそんなしたいけどね、ほんまはね。やっぱり3、やっぱ2本だけやで、こんだけ女が家事して育児して男を働いてて、まだ残ってるやん、それ、まだまだ残ってるやん。家事も育児も全部一緒にやらなあかんの、夫婦で。ね、日本だけ、もう他の、ほんでこの前テレビやってたやん、日本で夕食とかちゃんと作ったりするけど、私な、なんかどこあったかな、アジア系や、アジア系のどっかあったと思うけど、おうち物件を探すみたいな番組があって、ちょっと1年ぐらい前に。ほんなら、香港か台湾かわからんけど、キッチンがないねん。キッチンあんねんけど、コンロがないねん。な？で、コンロが あんねんけど、1個だけガスコンロで、外に出てんの。ベランダというか、1個建てとか庭みたいなとこに。え、これなんなの？ここバーベキューをするから、にしてもなんで家の中にガスコンロとか電気コンロないんかなと思ったら、家で料理する、しないんだって。ほとんど。買ってきて食べるっていうのが、テイクアウトで食べるっていうのが夜ご飯とか、だからお袋の味とかほとんどないねん。そこはもうご飯は買ってきて食べるっていう文化だから、家の中にキッチンがないんですっていうわけ、そこの国。え？信じられへんと思うけど、向こうにしたら朝昼晩ご飯作って食べさせる、日本が信じられへんらしいよ。だって買って食べる文化やねんから。すごいよね。え？ってことはスーパーマーケットで野菜とか売ってないかな？肉とかな？食べる。だからそれ考えたら、うちらがそんなんしてみ、朝昼晩1週間何も作らんと、朝昼晩何か買ってきて食べるったら、最低や母親って言われるよ。でもそこの国ではそれが普通なんです。だからいろんな考え方があるから、これが国同士じゃなくてもその人その人にも考え方があるやん。だから難しいんだよね。なんかアジ
私にも提供していた方がいいかしら。10分15分。よし。これ水気が頼むね。あ、でもどう考えても美味しいんじゃないですか、これ。もうこういうの私なんでこれ作れへんかったんやろ。なんで私は今までこんな美味しそうなの作らなかったんだろう。なんであんなトマトパスタに挑戦しようとしてたんやろ。あれ難しい。あー、バカバレ。調子こいたらあかんよ。煮込んでる間にこの汁気がなくなるまでやった方がいいんだよね。なんか美味しそう、うん、どう考えても美味しいでしょこれ。今日は私鶏の手羽元のちょっとしようと思うから今から味付けしとくか。お母さんの味付けやからな、それも。それはちょっとつけといて、あと家で夜。これがね、小原さんとこの子供も美味しい美味しい、バクバク食べるけど、手が汚れんねんけど、美味しいわ、これは。薄口醤油、薄口醤油、砂糖、薄口醤油。あ、びっくりした。ごめんなさい。みんなお母さんの味みたいなんて何かある？だから地方、うちのお母さん、うち大阪やけど結局さ九州やから、うちの母親が結局だから九州の味付けっぽくなってるのかな。結局みんな自分のお母さんの味付けになるよね。お味噌とかもちゃうやん、ね、名古屋の方やったら八丁味噌みたいなんで。私も八丁味噌な好きやわ。おいしい。今度24日から多分もうスイッチ東海テレビ始まるやろ。千里味噌煮込みうどんのあのスガキやの絶対もう買ってから、つか藤本ちゃん買ってきてくれへんかな。最近藤本ちゃんが絶対買ってきてくれてありがとうって言って、そして私はスポンコ町を渡すというね、ブツブツ交換してます。そしたらみりんと酒、
口醤油も足しておいて、これが何がどうとかって分かれへんのよ。でもね、そればっかりは。あとここにガーリックパウダーを山ほど。ガーリックパウダー、これまた花まさでまたプロ仕様やろ、これどうせたまりにもよう使うから、もうプロ仕様で買っとくね。あ、プロ仕様、プロでもないのにプロ仕様。これもっとボロボロになった、これもっと煮込むんだよね、わかんなくて。結構入れます。よし、んで、よし、だから夜問題よ。夜はこのお肉と何を作ろうか、サラダと何買おうかな。今日日曜日やからお父さんおるときはなんかちゃんとしたいなって思う気持ちやねんけど、何を作ったらいいんやろな。まあ、これもなんか、それはしたしゅ。何作るみんな。じゃあお肉唐揚げします。唐揚げとサラダともう一品。何すんの。だから私は、うん、昨日あれしたんや、なんだっけ、マカロニグラタン。まあよく好評やったからよかったもの。関係ないけど、昨日の夜ピザ頼んでんや。私多分結婚して2回目かな、ピザ頼む。あんまピザってちょっと頼む、私あんまピザ頼めん。なんでかって言ったら、夜にパンで腹を満たすっていうことがなんかちゃうような気がして、かといってお昼も食べへんねん。なぜかというとピザって結構高いのに、それやったら買って作った方が安上がりでみたいな。なんかでも結局さ、じゃあさ、スーパー行ってお惣菜だけで買って、今日はもうご飯だけ炊いて、じゃあスーパーでお惣菜しようと思ったら、結局それで 2,3 千円使うときあんねん。え？みたいな。じゃあそれやったら家で作った方がいいやんってなるけど、じゃあ昨日ちょっとピザしてみようかって。それでピザしたら美味しかったわ。ピザ。でもあれ、もうしょっちゅうやったら私はやっぱあれだけど、たまーに食べるから美味しいんやろな。もう44過ぎて、もう44になって、もう週一ピザ無理やからな、はっきり言うと。ピザってな。では家で作る。でも結局家で作ったら何でも安上がりやもんね。結局のところ。もうちょっと砂糖入れても良さそうだね。味の素入れちゃおうか、こればっかりは。やっぱり味の素入れたら美味しいんだよね。よし、でここにお肉をつけとく。よし、よっしゃー。これも大量に、でもいつも洗いたくなってたけど、洗ったら危ないからな、洗っちゃいけません。でもじゃあ拭くんですか、これも拭くんですか。これも拭くんですか。ではでは、私が味見したときにあれが足りひん、これが足りひんって、なんかどうかした。今のところはもうレシピ通りに作ってるけど、ほんまは私これとかちょいちょい味見するやん。これは味見してもあかん、だからそういうとこなのよ。結局味見しなあかんのよ。でも私はいつもレシピの通り作ったら味見せんで終わることが多かったけど、やっぱダメだ、ちゃんとしないとダメ。
すんげえ汁出てくるけど、やっぱさ、この汁を、ちょっとこう拭いていったわけかな。どうも、私はいつも洗ってたのに洗ったらあかんって言われたらほんまに困んねん。今こう検索したの、とにかく水分抜け、水分が適宜。今も思いっきり水分のとこにボンボン放り投げてますけど。まあ軽くね。拭いていく意味あるんかな。こう下にもすごい、こんなこのシート1枚じゃ足りんやん。これを5、6枚で拭いてくれくれっていう感じ。こうやって拭くだけでよ。これは漬け込んで夜に焼く、余ったら冷凍。料理とかって何が美味しいとかありますかね。なんか言うたら私牛肉ってあんま買えへんの。わかるでしょ、ずっと使ってんの見て。豚と鶏ばっかりや。牛肉ってこれぐらい今牛のミンチかけて。牛肉使う料理って何かあんの。もう知らんわ。ある？もう焼肉だけや。でも今度あれ作ってみようと思って。チンジャオロースか、あのタケノコとピーマンと。これ子供好きやからな。あれをやってあげて。よし、これを漬け込んでしまいや。お袋の味な。結局さ、何作ってもお母さんの味ってあるよね。だから私もどっちかとお母さんの味付けに野菜炒めとか似てんのよ。やっぱりあの味を求めてしまってる自分がいるよね。よし、味見だけしとこうか。味見だけ。美味しいっちゃ美味しいねんけど、こういうときは旦那が僕、えいちゃん、はい、今なんかもう手離されへん、はい。例えばやで、私これ食べて何か足りへんなと思うんだけど、じゃあ何が足りへんのかが分からへんという方。足りてんの？足りてないの？はい、お願いします。何か足した方がいい？何も足さんで？何も足さんでいいな。胡椒とかも？これでいいの？まあ入れるとしたら胡椒じゃない？入れるとしたら胡椒やけど、じゃあ入れんでいいの？とか砂糖とか。砂糖入ってる。入れてる。なんで砂糖入れんの？砂糖入れんの？砂糖って美味しくなるよ。書いてませんけど入れます。砂糖入れたら美味しくなるの？
じゃあ作ってくれよって言いたくなるよね。じゃあさ、月に1回でいいから夕飯作ってよ。なっちゃうよね。料理上手やねんけどな、あの人。ほんまにこれで美味しくなったのかどうか。これで欲しくなったのか。わかるわ。でも私もなんかで隠し味で砂糖ってかなんかよく書いてたな。あや大きくなった悔しいけど美味しくなってるうん、味がまとまった。うん、何も入れんでいいわ。砂糖正解。あいつやるな。よし、もうちょっと煮詰めて、でこれはお肉はもみもみして、はぁ、よし、ということで、もうあとはかけるだけです。完成しました。どうぞ召し上がれ。はい、くまー、みんないいね、ちゃんと手を合わせていただきますって。旬はできてなかったけど、いただきます。はい、それ普通だよ。それ持ち上げるんだよ。もうそれはお茶碗の時だよ。そうだよ、いつも自分が言われてるから。でかいのはいいんだよ、うん、どう、今まで散々お母さんパスタが失敗してきてますけど、おいしい、おいしいだろうな。もう今日味見した時に今日は大丈夫だって確信したから。麺も太いし、確かに完璧、完璧か、うん、うまっ。よっしゃ、あかりどう、一番いつもチーズとやだな。自分でチーズ本物かけたんやんか。はい、じゃあお父さんこれ何点ですか。100点。はい、リュウは100点。シュン100点。はい、お願いします。サカイちゃん何点ですか。長いな。何点。チーズ食べてないかな。うん、100万点はい、100万点いただきました。長くも強かった。ゆっくり食べてください。はい。